皆さんに願いがある。私たちが住んでいるこの場所はいつかとても危険な場所なんだ。なぜならあの壁の向こうにはディーコン率いるスモーカーズという凶悪な侵略者がいる。奴らは多くの武器を持っており非常に危険な奴らだ。この水上要塞も狙われるかもしれない。もし奴らがこの水上要塞を襲ってきた時にはみんなも我々の仲間となって一緒に戦ってもらいたい。ではどのようにしてヤクザと戦うのか。答えは簡単だ。そう、ブーイングだ。よし、じゃあみんなでやってみよう。まず両手を上に上げるんだ。そら、フィンだぞ。一番後ろ、ちゃんと両手上げるんだ。手は振らなくていい。端っこ、ちょっと、もうちょっと手を伸ばそうか。そうだ、オッケー。反対側、望遠鏡を構えている場合ではない。手は振らなくていい、両手でいいんだ。よし、そして親指を出してその親指を下に向ける。そしてグーという気持ちを込めて思いっきり手を振る。声を出すな。リーダー、声を出すんじゃない。どうしてですか。いやでもいいかって意見も一理ある。ブーイングだからこのようにブーって声を出したいよな。でも時代なんだ。我々にはこれしか方法がないんだ。どうしたニック。いいブリッグ思いついた。いいブリッグ思いついたなんて。夏なので。夏だから。ああこのように構えてゴー。それはブーイングではない、スイミングだ。ブーイングではない。誰か拍手しろって言った。これもいい間を送ってきましょう。お、ピーター、みんなでやってみましょう。みんなでやってみよう。オッケー、よし、構えて。この指を直して、この指を直して、手を開く、手を開く。そしてここそれはもはやブーイングではない。あー、なんだ、このままで奴らを追い返すことはできない。そう、こんなに多くの仲間たちがいるんだ。あ、このブーイングもっとレベルアップできる。いいアイデアを持ってる者はいるんじゃないのか。どうだ、みんな。お、一番最初に手が上がった、その少年、赤い帽子の。よし、ちょっと立ってやってみようか。よし、構えて。リーコンだ。はい。リーダー、彼の名前を聞いてくれ。アイト君です。アイト君、なるほど。ではこのブーイング、アイトブーイングと名付けよう。よし、じゃあみんなでこのアイトブーイングやってみようじゃないか。いくぞ、構えて。あ、ディーコンだ。はい。お、アイト最高じゃないか。アイデアを考えてくれたアイト、大きな拍手だ。このアイトブーイングさえあれば奴は追い返すに違いない。よし、ニック、ピーター、仕事に戻るぞ。マーク、見張り頼んだぞ。未来の地球、環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くし、あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類がいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地、ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし、悪の帝王ディコンの率いる凶暴な侵略者たち、スモーカーズは誰よりも早くドライランドを発見し支配しようと企んでいる。
ビーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまでは。必要になることがあるかもしれん。これはしない。座ってるよ。ありがとう。兄弟ですよ。
前たちなんかと兄弟になるつもりはない。おい黙らせて。いたかディーコン、黙れなんだ、二度と言わせる。サンク、ねえ、なんだ、哀れな子供たちよ、魂をなくした民たちよ、ある情報が俺様に伝えられた。誰かが道を知っている。行き先はドライランド。そうだ諸君、ドライランドだ。我々は道路を敷き車を走らせる。上質な土地を整備し優雅に歩き回る。そして18番ホールには俺様の記念碑を建設するんだ。そんなこと私が許さない。マリナもね、おいゲート閉めろ。マリナ、あの半分魚のお前の連れか。俺の目えぐり出した野郎だ。ベリーガーこんな話で、どうだ？いいだろ。そうか。俺と対決したいか。いいだろ。ゲームをしよう。女見てろ。おい！何が捉えたか？この男です。土を持ってました。土か。なるほど。生き方を知りたいだろう、トロイランド。さあ、ゲーム開始だ。最初に話してくれたやつだ。生き残る。どうだ。やめて。彼も死ねない。やろう。ゲームはお前の勝ちで生き残りだ。貴様の負けだ。最初のせい。うるせえ。
Thank you.
をするな。うわっ、貴様、俺様の飛行機当たっちまった。マリナ、貴様の仲間は全て殺した。今俺様を誰が止めることができる。お前か、その足が立つのって言うな。このまま笑うとニーコの顔が引けるんですよ。新しいオープン場所ドライランドもそういう運命だ。ニーコなんだ。果てしない海、ウォーターワールドへ。